アーロン・ポールはアメリカ合衆国の俳優である。1979年、アイバホ州エメットに生まれる。両親はイングランド、ドイツ、スコットランド系で5人の子供の一番末っ子だった。1998年に地元アイダホの高校を卒業後、すぐにロサンゼルスへ渡り、ハリウッドの映画館でアルバイトとして働きながら、 本格的な役者活動を始めている。かつては、インターナショナルモデリングタレントアソシエーションが主催するコンペに出場して2位を獲得し、それがきっかけで、エージェントとの契約にこぎつけて、コーンのミュージックビデオなどへも出演した。1990年代後半には、シンビバリーヒルズ高校白書や、メルローズプレイスなどの話題のドラマに出演し、徐々に頭角を表していった。 これまで様々な映画やテレビに出演してキャリアを築いているが近年では特にブレイキングバットのジェシー・ピンクマン役で知られており同役で2014年のゴールデングローブ賞にノミネートされたほか2010年2012年2014年にはプライムタイムエミー賞のドラマミニシリーズ部門で最優秀女演男優勝を授与されているまた2014年には 他のキャストらと共に全米映画俳優組合賞を受賞した。2014年の長編映画、ヘリオンでは主役を務め、2019年には映画、エルカミーのブレイキングバッドザムービーで再び、ジェシー・ピンクマンを演じた。2013年に女優、ディレクターなどで知られるローレン・パーセエキアン、ローレン・パース・キーンと結婚した。ありがとうございます。